親子で自然環境を体験してもらう森の幼稚園が今日村山市で開かれました。どんぐりにマジックペンで自分好みに色をつけたり、どんぐりで音を奏でたり、今日村山市で開かれたのは森の幼稚園。親の方がね、自然体験が少ないというふうに言われています。いろんなところで一緒に遊べるかなというような、そういう遊びをですね、提供してあげたいなと思っているところで、村山市と子育て支援センターぐんぐんが親子で森を身近に感じてもらおうと毎年この時期に開いていて、今日は1歳から6歳までの子どもとそのお母さん合わせて8人が参加しました。あいにくの雨となった今日は、室内で五感を使って森を感じようをテーマに、さまざまな体験が行われました。森の中にある身近なものを使って、親子でおもちゃ作り体験をしています。こちらは、どんぐりで作ったコマ。自由にお絵描きをした紙コップに松ぼっくりを糸で吊るせば、お手製のけん玉が完成。1歳1ヶ月のこちらの女の子はどんぐりのマラカスに夢中です。音鳴るの好きなのでね、いい音だったね。楽しいです、楽しいです。楽しいです。最後は森の生命の凄さを体感。羽のようなものがついていることから空飛ぶ種と言われているカエデの種。くるくる回りながら舞う様子を見て、植物が森の中で命をつないでいく仕組みを学んでいました。普段の生活では、ね、なかなかできないこう自然に触れ合った遊びができて楽しかったです。で、何が一番面白かった？けん玉入れるところ。娘も楽しめたようで良かったです。どうでした？楽しかったです。今日はあの雨だったのでお外に行けなかったので、次あの晴れだったらあの外ぜひこうまた自然と触れ合える機会あるといいなって思いました。皆さん室内にいながら森を満喫できたようです。あの今日は雨の影響で急遽室内での実施となったそうなんですが、少しでも自然を感じてもらいたいと内容をガラッと変えて皆さん準備されたそうですよ。本当にあの親子でこう五感を使って楽しめるプログラムがいっぱいでしたよね。そしてちなみになんですけど、今日のおもちゃ持ち帰ることができるということなので、まだまだ楽しい時間続きそうですね。そうですね。